はい、こんにちは。さあ、沖縄滞在3日目にしてようやくこのビーチに来るっていうですねまあ1日目2日目ね、ひたすらね飲んで食ってっていうだけだったんで、まあ今回の目的であるね、夏をもうちょっと感じようという、のでようやく来たんですけど、沖縄ね暑いわ。まだもうこれ撮影日10月末なんですけど、暑いで、普通に海に入ってる方々いらっしゃいますね。はい。で、ここ那覇の波の上ビーチっていうところで、本当にね、那覇の中心部からすぐのところなんですよ。那覇市唯一のビーチなんですけど、まあ、透明度もね、全然やっぱ綺麗です、海。はい。なんで、ちょっとね、ここでゆっくりしたいなと、思います。まあ、一応今回ね、目的の一つでありました。はい。ビーチに来るというのが達成できました。はい、でこちらのビーチなんですけれども、まあ、ライフセーバーの方っていうんですかね、監視員の方も常駐してまして、かつね、周りに青いのがなんか浮いてるのが見えると思うんですけれども、あれがね一応クラゲ防止のネットなんですよ。でハブクラゲとか刺されるとなんかめちゃくちゃ痛くて腫れ上がるっていうことなんでね、まあそういったところもちょっと安全面も考慮してるっていうビーチなんで、家族連れとかでもいいかもしれないですね。はい。で、なんか近くにね、おしゃれなカフェがあったので、ちょっとそちらで休憩をしました。まあ飲んだのはね、何だったかな、これ。なんかおしゃれなドリンクですよ。ちょっと甘酸っぱいような炭酸系のやつっす。美味しかったです。はい、でビーチでゆっくりした後はお昼食べようかなと思ってこちら国際通り屋台村に来てみました。ただここね、残念なことに昼間はね全然お店が開いてなかったんですよ。でまあどうしようかなと思ってうろうろして、たまたま見つけたのがこちらアスナロさんっていうね、お惣菜屋さんなんですけれども、一応中がですねこんな感じで、ちょっとまあ定食屋さんというか居酒屋さんみたいになってて、メニューもね結構豊富だったんですよ。でまあちょっと良さそうだなということでこちらで、お昼にします。はい。本当になんかね地元のお母さんたちがお惣菜を作ってるようななんかすごいアットホームなお店なんですよね。でこちらもね、例によってせんべろセット的なものがございます。飲み物2杯とあとこのおかずがついて1000円ちょっとだったかな。でこれね食べてびっくりしたんだけど、お惣菜屋さんだけあってうまいのよ、むちゃくちゃ。ね、なんつったらいいのかな、もうこの惣菜っていうか料理の レベルが違うのがねもう一口目でガーンって分かりました。ここうまくねみたいな。なんでもねちょっとねお酒もね、止まらない。つまみがねめちゃくちゃねレベルが高いんすよ。マジでうまい。でこのね沖縄おでん、みんな知ってるかな沖縄おでんって。まあ、上にほら葉物とかが乗ってるんで、葉っぱとかあとは手びちみたいなものがね入ってたりするんですけれども、このね沖縄おでんのね味付けもむちゃくちゃうまいの。結構ねほんとねびっくりするレベルでした。はい。もうお酒すぐからですいやマジでねうまいので、このね丸っこいやつなんか練り物かなと思ってパクって食べたら、今中からちょっとなんか出てきちゃったけど、これねマッシュポテトが入ってるんですよ。でこのなんか練り物でマッシュポテトでここにおでんの出汁引かして、これねむちゃくちゃうまかった。もうこれだけをもう一個おかわりしたいって思うぐらいうまかった。はい。いやほんとねここの店はね全てがうまいなんかつまみ一個一個もうまいし、沖縄おでんもこのもうバクバクいってるでしょ。もうねもうほんとね俺がねがっつくぐらい美味しかったです。マジでおすすめ。もうすでにねこれビール2杯目かな3杯目かなわかんないけど、もうこれ食べながらね、あここの店リピート決定だわっていうようなことね思いながらね食べてました。はい。
まあ、お惣菜もね、おでんも綺麗に全部いただきまして、はい、本日の昼食大満足で終了でございます。お兄さん、このうんこと飴もらうね。はい、はい、射撃が終わりましたんでね、ちょっとおやつでもということで、こちらタコライスハウスさんにタコスをね食べに来ました。まあ沖縄っていうとタコライスが結構有名ですよね。あの沖縄県の金武町かどっかが発祥だったかな、うん、なんですけど、あの結構ね沖縄の人ってタコスも食べるんですよ。でお気に入りのねタコスのお店はこことかって結構皆さんこだわりがあったりするんで、まあ僕もちょっと沖縄来たんだったらタコスやっぱ食べとかないとなということで、まあ Google マップでね探したら良さそうなお店見っけたんでこちらに来たっていう感じです。でタコスってほら普段やっぱ東京いてもなかなか出すお店がないから、なんかあんまりこう馴染みがないというか、そんなに食べる機会もないし、あの好きな人には悪いけどなんかそこまでうまいもんでもなくねみたいなのがあったんですよ、うん、だけどねなんかここでねこの店でこうタコス食べてみたら、この皮はねしっかりこうパリッとしてて、あの中シャキシャキの野菜でこのあのミートうまいのよ、うん、で付け合わせのねそのサルサソースみたいなやつもねよく合うんですよ。だからあタコスってうまくねと思って、うん、あこっちの人がなんかタコスうまいうまいってねお気に入りの店はどこだってなんか話してんのがなんかねちょっと分かりました。これはねうまいよ、うん、東京で普通にこれ出せばいいのにってちょっと思っちゃったもん、うん、そのぐらいなんかねタコス気に入っちゃって、もうこれ映像見ててもらうと分かるけど一気にバクバク食べてるでしょう。うん。なんかね、美味しかった。あの、タコス別に今まで知らなかったわけじゃないんだけど、なんか新たな発見だったね。あの、タコス、沖縄で食うやつ、うまいです。はい。なんでちょっとね、皆さんもね、沖縄行ったら、まあ沖縄料理もそうですけどね、タコス、これもね、ちょっとおすすめです。はい、でね夕飯なんですけど、まあリピート確定と言っていたアスナロさん昼に来たばっかりなんですけどね、また戻ってきちゃいました。後ろに書いてあると思うんですけど17時から沖縄居酒屋ってなってるんで、まあ居酒屋メニューなんかもねあるんで、もういいやと思って昼食ってうまかったからもう一回行っちゃえということでね、再度アスナロさんに戻ってくる。まあ1日に2回ね同じ店に行くなんていうこと僕めったにないんですけど、ちょっとここに関してはね気に入りすぎて、夕飯にも来ちゃったっていうね、うん、まあちょっとおつまみをね、軽く、まあ、豆腐用とか島らっきょうなんかをつまみながら、このね17時からのメニューでどうしてもね俺がね食べたいものがねあったんですよ。でそれをね実は食べに来たっていう感じなんですけど、それがこちらしめそば。まあ一般的なね沖縄そばとはちょっとね違うんですよ。でさっきね見てもらった時になんか貝が結構いっぱい入ってたでしょ。このね貝の出汁がねむちゃくちゃ効いたあのおそばなんですよね。で麺の感じもねなんて言ったらいいのかな、水分量が結構多くてつるつるもちもちしたような麺なんですよ。だから
なんか皆さんがよく目にする食べることがある沖縄そばと全くね違う。でもう一言で言っちゃえばむちゃくちゃうまい、うん、特にまあ、魚介系、まあ、沖縄そばっていうと本当カツオだしなんだけど、ここのねこの貝がめちゃくちゃ効いただし、うまみがすごい強いので、このね麺もねすんげえ合うわけ、うん、もう語彙力がなさすぎてね、ただただうまいしか言えないけど、もうこれね絶対食べた方がいい、そのぐらいここのしめそばうまかった、うん、で他にもねもう食べたいものいっぱいあるんだけど、ここのお店もう腹のねキャパシティがねもう限界だったんで、このおそばでね終わりましたけど、このねアスナロマジでみんなにおすすめです。